どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もテクニカル分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。え今週木曜になってようやく前日比プラスで帰ってきた日本株。中長期のチャートは崩れたものの目先ね、土短期のチャートは下げすぎた反動がそろそろ意識できる頃となってきています。そしてアメリカでは夜に PPI と小売り。 つまり物価インフレとそれから景気というね、重要な二つの指標が出てきます。そこで今日はこれら、アメリカの指標の速報を見ながら日銀会合までの相場を考察しています。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速3月15日日経225オプション考察始めていきましょう。 はい。それでは3月14日、相場外況からです。日経平均38,807円、111円高、プラス0.29%。トピックス2661.59、プラス13.08で、プラス0.49%。今日はトピックスの方が戻りが強くって、NT 倍率はショートに動いてますね。グロースが730.20、マイナス0.91で、プラス0.21%となっていますえ。次に売買代金ですが、プライム4兆3370十 億円スタンダード1491億円、グロース1374億円となっています。え次に VIX と VI ですがが昨日から まあ少し下がっていますが、まあ今日に下がったのかなはい。まあほとんど動いてないですけどね。で、VI の方は今日は大きく下がりました。マイナス0.79。まあ今日はね、さすがに株価がこう上がって、ボラティリティが落ち着くと。20.57ですから、まあ一気にね、21を割ってきました。まあこの辺が、まあもしかしたらね、39000円とか39,500円ぐらいが今の まあもしかしたらね、ちょうどいいところだと市場が思ってるのかもしれないですね。それ以上高く4万円超えていくと、ちょっとちょっと大丈夫ということで、株価が上がってボラティリティが上がり、それ以上下がると、やっぱやばいよねということで、急落でボラティリティが上がりというような状況なのかもしれません。 はい、今日はウイブル証券さんとのコラボのお知らせです。まあもうだいぶ前からですけれども、まあオプラボとウイブル証券さんとでコラボをさせていただいておりまして、特別限定動画というのを作成させていただいております。まああの、 ここからね、あ、ここからじゃない。概要欄にリンク貼ってるので、まずウィ e ルさんのアプリを落としていただいて、そこから講座解説していただければ、特典動画、約ね、45分ぐらいの動画になっております。アメリカ株投資、そしてオプション投資というところにね、結びつく動画を作っております。はい。えっと、基本的にアメリカの個別株オプション、 をやれるというところにおいては非常に手数料も安いしね、ウィブルさんおすすめでございます。はい、こんな感じで特典動画。まだね、第2弾ちょっとお作りできてないんですけれども、まあ、ぜひね、このアメリカの個別株、どういう大作戦なのかというところね、ちょっとこの動画をまずは入手してみてください。概要欄にリンク貼っております。3月はまだこのキャンペーンやってると思いますので、ぜひね、今のうちにチェックしてみてください。 はい。それではチャートの方から見ていきたいと思います。まずは現物の日経平均、ロウソク足ですが、まあね、25日戦でこれを踏ん張ってるという、まあ一応これ終わり値ではまだ割ってないんですね。ずっとね。で、じりじりと25日戦が上がってきているので、日に日にハードルは高くなっておりますが、25日戦38,714円。今日の終わり値が807円ということで、まあ約90円踏ん張ったという形にはなっています。モメンタムはかなり下がって、マイナス1000円。 円ただね、このあと先物の,のチャート出てきますが、えそろそろ10日前が、まあ、このあたりかな、株価の上昇がまあそろそろ一服すると終値ベースでね。というところなので、ここからさらに下げない限りは、モメンタムも一旦底打ちしそうな状況、ただこれ、25日線を割っていくっていう動きになってしまうと、これはもう、 もう一段下と。で、まあ、なんとか踏ん張ってもね、その後来週は早々に日銀の会合があるので、まあ、これによってね、マイナス金利どうなるのか、まあまあ、チャートの形なんてもう無視して大きく上か下に動く可能性はあるので、まあ、日銀まではなんとか25日、まあ、明日週末と、そしてアメリカは S q というところで、まあ、少し波乱をね、警戒したいところですが、なんとか25日、上で踏ん張ってくれれば、まだ崩れていない。 一旦これ、押し目というところで止まってますからね。ただし、先物になると250円、60円分ぐらいかな。配当が落ちていることもあって、形は崩れています。25日線も割ってるんですね。これが、火曜日からかな。火、水、木で3日連続割って、まあこれはもう金曜日の足、15日の足が出てるんですが、毎日これ90円から100円、25日線上がっていて、もう38,794円まで来てますから、 今のところ21時22分現在640円までちょっとじりっと今日の終値ね,ね日中の終値からはまあ少し切り返してるんですけどなかなかね25日戦も上に逃げているとでこれこのままだったら一旦下がったところから切り返してるんですけどえ25日戦で戻り売りこっから力継ぎてストンということになるとま,あまずいとただしさっき言ったようにモメンタムが 12345678910ということでまあこれも15日金曜日の足が出ちゃってるので今度月曜日はですねもうこっからなので終わり値がずっと切り下がっていくんですよねなのでそろそろこの辺でモメンタムここの38500円よりも上をキープしていれば一旦下げ止まってですね、まあ、この辺りうろうろしてるだけでも今度はじりっと切り上がっていって でまあ、大体この辺ですよね38,800円とか750円ぐらいっていうのはゼロラインの位置に近づいてくるのでまだねそこまで大きく崩れてこの辺で止まればモメンタムは0ラインの方に切り返していけるというところでギリギリセーフみたいな状況でもあります。25日ねこれ公募上にに行けるか下に 押し返されるか、これかなり明日それから月かですね、まあ日銀ですけど要チェックポイントになると思います。で、ただね崩れていないんじゃないのってのは、もう昨日一昨日の株ラボとかオプラボのこの動画でも言いましたが、やっぱりねボラティリティインデックス、まあ今日は株価が100円ちょっと日経平均で言うと上がったので、まあ素直にねボラティリティ下がってるんですけど、今日朝安いところから動いていてもやっぱり、ね、そんなに上がってないんですね。まあ高値21時6え21じゃない21.6 朝の9時もう寄りつき直後ね一旦ちょっと下がっているところでボラティリティ前日比ちょっとプラスになってましたがなってましたがねでもまあ110円の割には結構下げましたよねかなり安心感があって、まあ、まだ全然この急落暴落を警戒したですねプット買いが大量に入ってるという感じではなくて海外勢この後 手口出てきますけど割とね、スカスカというと言い過ぎですけど、本当にプッとト,トレードが、き、まあ、今日は全体的に少なかったんですけど、オプションね、海外勢なんですけど、まあ、本当にね、プットがまた、ね、盛り上がらない。 んですね、うん、1、2、3月切りほどコール一辺倒ではないにせよコールがおとなしくなっただけでプットが増えてないんですよね。というところもあってまだねそこまで下大きく崩れてるというよりは、まあ、需給の改善で高すぎたものがまあいいところまで下がってきているだけかなという判断はしています。でそんな中早いチャートはですねストキャスティックスがもうすでに下がりすぎですねまあ、2500円下がりましたから一旦ドドッと下がってこれ。 切り返してきたのでゴールデンクロスになってるんですねこのオレンジのシグナルとなので B マークが一旦点灯していますただし5日線まだ下向きで5日線の上21時24分現在はこれ5日線を越えてきたんですけどまだ上昇の 5M クロスになってませんからまだねこれ あのロングにはなっていませんただここから、まあ、今日のナイトとか、ね、アメリカが結構強くってぐっと切り返したら明日にもここあの横ばいから上昇になって上昇の 5M クロスになるやもしれませんまあそうなればおそらく3万9,000円は超えているという状況だと思いますがそうするとえ短期今売って るんですけど土点のロングというサインになってくるので、まあ、目先ね、はい、またちょっと切り返すで繰り返しますが25日線を抜けると明日であれば明日これが買いサインになるぐらい上昇するのであれば必然的に25日線も超えているのでこの戻り売りも回避ということで、まあ、明日結構 今の位置からね、300円、400円ぐらい上がる展開になったら、ちょっと日銀を前にですね、また目先、チャートの見方が変わってくるということですね。で、これ、昨日もお伝えをした25円 a 乖利率、一旦内側に入ってきています。まあ今ね、ここ踏ん張ってるんで。で、こうなると、上がるかどうかはわかりませんが、下がらない。まあ下がらないというのは言い過ぎですけど、下がりづらいと。 ここは上がりづらいですね。はい。まあ一旦ちょっとここ上がりましたけど、この後ね、2週間、3週間上がりづらかった。まあ結果また上に跳ねたんですけど、まあこういったようにですね、25円目会議が、プラス2シグマもしくはマイナス2シグマを一旦抜いてバーの内側に入ってきたら、天井は上がりづらい、そこは下がりづらいということなので、まあこの形でまだ強気に先物を買ったり、コールオプションを買ったりというところにはまだパワー弱いかなと思うんです。 が例えばファーのプットをね、売るような、まあ、少し下がりづらい展開になってきたかもしれない、ただこれ、今は上昇過程のとあの時だったので、下でもまだマイナス0.43なんですよね、このマイナス2シグマが。なので、25日戦で戻り売りになったらですね、まあ、今、中長期下ですから、戻り売りになる可能性高いんですが、こう崩れてきたら、これ、ラップ。 のの向きででで広がががりなならまたこここ赤いい線が下を掘っっていく一ここ回騙しになっちゃうんですねだからやっぱり25日線を抜いていったらこの形が上にグッと向くのであ、下がりづらいんだなと上がると捉えてもいいんですけどまあ私は下がりづらいというところで、まあ、ポジションねオプション、まあ、ちょっとプッともう一枚打ってみたりとかえ考えようかなと思っていますはいで中期の GMMA は引き続き下向きですからこれ中期下落のまま ということですね。で、長期もスーパートレンド下向きです。で、そんな中、土短期のえ、こちらは、なんだ、トリプルクロスですね。5つの,の 5MA からなるところは、今、まあ、昨日の、昨日というか、今日の15時15分で、ギリギリこの青い WMA の上でキープできたので、これ、一旦ショートが決済になってます。 ただし、まだロングにはなってません。ロングになるには38,710円。まあ、もうちょっと上がってくると720円、730円ぐらいになってくると思いますが、これを抜けていけば、今度はまた赤い、ね、目先直近ロングになってくるというところ。で、一番下はこれ、あのシンプルの MA が下に来ているので38,520円なんですね。つまり下を割るとまた売り直しというところで、非常にこれ200円ぐらいの幅で今、上と下、 すごいね、狭い範囲で言うと、これ、710円を上に抜けるか、520円を下に抜けるかで、目先考え方が変わってくると。まあ、今、また微妙な位置に来ていると。で、そんな中で、アメリカの方の、まあ、重要な指標ですね、PPI と小売り、売上げが出てくると、はい。ということで、まあ、こちらは21時30分ですね、出てきました。結果、PPI はやっぱりね、まあ、悪いというか、 高止まりですね。物価が上がっています。前月比が0.3の予想に対して0.6になってますし、コアも、 前月比はね、まあ、コアが前月、これ横ばいだったので、これまだ良かったかなという感じですが、ただまあ、目先ね、やっぱりちょっと物価が高止まり、PPI っていうのは生産者ですから、上流なんですよね。なので、あと2ヶ月、3ヶ月後には下流、つまり消費者物価、CPI に影響するので、まあ、ここが本来は早く下が、予想よりもね、ちょっと下がってほしいんですが、前年比だと1.9の予想対してまあ、2.0。まあ、前年比はまあまあ、いいかなと思いますが、 はいまあ、前月比がこれね0.4とかじゃなくてよかったなという気はしますが、まあ、これを受けるとまだまだ、ね、物価がなかなか高止まりして、ね、下がってこないなというところで、えっと、インフレ指標としては少し市場は失望とでさらに小売の方ですね0.8%の予想に対して0.6%前月比で自動車を除いたコアも0.5の予想に対して0.3ですから今度こちらは悪いんですね。つまり景気が少し 弱くなってきてるまあいろんな指標で景気がじり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 弱含んでるという数字がで出てきてるんですけど、まあ、今回の小売りもそれをちょっと裏付けるというかえ継続する形になってまあ指標的にはこれどっちもねあのやや金利が上がる方に動くような気がするしえ小売りの方は少しこれをまともに捉えると景気がね少しだからそういう意味では利下げ。 を期待ででききるると、まあ、景気悪くなってきてるんでねだけどこっちは金利が上がることで、まあ、あの利下げが遠のくということで、まあ、ちょっとパッと見た瞬間は、うん、と強弱というか逆の結果になってるかなというところででこちらが各、まあ、21時半に発表出た後のそれぞれの動きなんですが日 経営先物はほぼ横ばいかな。上がって下がって上がってで38,604円。で、えっと、SP500 の CFD は、まあ、ちょっと上値を切り下げてきている。なぜならば金利が上がってるんですね。ということで、やはり PPI の方をやっぱりインフレ下がってないなということで、 じりっっと上がってるんですよねこれも4.225ままで来てますこれが、えっと、22時2分現在発表から30分後まだこれ実際にねアメリカの市場開いてからこれどうなるかわからないのでプレの段階でああだこうだ言ってもなんですが発表直後の まあ動きとしては、金利が上がって株はまあ日経先もの横ばいなんですけど、SP ちょっとね、やっぱり金利上がって下がってきてますから、おそらくね、日経平均の先物も,のもまあじりっと600円を割ってくるような動きになるんじゃないかなという気はしてるんですが、金利の方は22時6分、さらにですね、4.235ということで、わずか2、3分内に0.01上がってくるということで、200日も25日も超えてきた。 ということで、これ、まあ、目先またね、やっぱり PPI の結果を受けてえ、金利がじわっと上昇してます。10年金利が上昇するってことは、ドルも買われて、まあ、ドル円も少し円安の方に向かうのかなと。待インフレ率は、これ、前日までしか出てないので、おそらく今日はちょっとまた上にピッとね、 上がってきたんじゃないかなという気はしていますえドル円はでもそれほど上がってないですね147円80銭、まあ、むしろ今日は株ラボの方でも言いましたが、まあ、マイナス金利解除3月19日がほぼ濃厚というような、まあ、コンセンサスになってくる中で一旦146円ミドルまでつけたものの、まあ、そこからは1円以上円安に戻って ってきてですね、まあ、それ以上ね、過度に進まない、まあ、ある程度もマイナス金利解除なんかも織り込んだ、まあ、実際発表されたら、一時的にはまたね、2円ぐらい下がるかもしれませんがある程度織り込んで、まあ、今、切り返してきてるんですよね、ヘッドラインバンバン出てるんですけど、まあ、そのあたりを見ると、まあ、もしね、19日、マイナス金利解除みたいな発表が正式に出たとしても、まあ、そこまでドル円も円高の方にね、跳ねることも、まあ、かなりこれで、 織り込んできてのこの位置かなという気はしていますでアメリカの方は金利がちょっとまあ、目先はね今のところ上昇の方で反応してるんですがフェドウォッチを見るとまあ、これ昨日から だったかもしれませんが年4回の利下げ確率がまたね3回に後退しています1回2回3回ですねこの12月ちょっと前まではこっちの方が確率一番大きかったんですけど今はまたえっとここ11月からは末置きというところが34.2%つまり年3回ということで6月の利下げっていうのはまあかなり 64ここあんんまり動いいてないんですよねほぼほぼコンセンサスは6月から利下げしてくるだろうなんですけど年内の利下げとそれからまあ25年なんかもそうなんですけどね、まあ、結構後退してきてなかなかそう簡単に利下げの、ね、回数こなせないんじゃないのと、まあ、目先またちょっとインフレで金利上がってきてますからね、はい、下手したら7月にずれる、まあ、まだ距離、ね、あるので、まあ、6月がさすがに無理っていう判断には当分はならないかなという すするんででけど、まあ、これかから1ヶ月とかでねなかなか指標がインフレが下がってこないとこれが7月にずれ込むかもしれないぐらいの、まあ、マインドにはなってきてるのかなという気もしますで金利が上がっているので目先ゴールドは素直に下がってますねマイナス0.56まあ言うほど下がってませんけどでビットコインも目先ちょっと下がってるんですがそれでもマイナス0.37ですからまあ金ゴールドよりも まあさらにね、高値圏で過熱してるんですけど、まだ下がってきていない、なので、相場というか、市場的には全然リスクオフとかね、ちょっとやばい資金を引き上げるぞみたいな動きにはまだなってない、もうずっと言ってるんですけど、なんでビットコインこんなに最近見てるかというと、まあ、全世界のね、また今、株は基本的に全部高いんですけど、これが崩れてくる前に、おそらくビットコインが天井を打ってですね、まあ、10%、15%の急落をしてくるよう に思うので、そうなった時は株式の方もえかなりね警戒しないと目先5%パー、7%パーえ下がるような展開になるんじゃないかなとも思っていいますはい、ここからはオプションの手口でまずは海外勢なんですがちょっとねあの先に言ったように、まあ、今日はオプションは海外勢結構少ない。 コールは2047枚なんですけど、プットに至っては1128枚ということで、これだけ見るとまたコールがプットの2倍なんですけど、まあそもそも海外勢今日はオプションのトレードが非常に少なかったということで、まあ日銀を前に少しこう警戒してるのか、まあね、でもまだ明日1日ありますからね、あの厳密には月曜日も あの発表出てきませんからまだあとね2日あるので今日こんなに少ないのが意外だったんですがまあいずれにしてもで株価自体はまあ100円しか動いてないので開示エリア自体は動いていないまあ基本的にはコールの3万9500とまあプットも3 8000で今日は450枚しかできてないので全然ねプットの方がこう買いが入って上昇もさることながら急落もこうケアしていると。 いうようよににはは枚数的にはまだ伸びてこないんです、ねまあそれでも3万8,000のプットは8,000枚近くやってるんですけど全体的なポジションを見てもここもう言うほどね詰まってないんですよね。ということでまだまだ何かねこう急落暴落をケア心配したプット買いがダダッと入る。 みたいなものは、まあ、今見えてる範囲ですけどねもっと下でもまだまだ全然プレミアム高いですから3万6500とか3万7000にえ結構プット買いがねあったりするのかもしれませんまあそこまでちょっと私も追いかけてないので、まあ、またちょっと見ておこうかなと思いますがまあでもね4月切りなんで ね、あのメジャー S q ではないですから枚数自体そこまでそもそも多くないんですよね。ということで、まあ、オプションの手口からはまだ、ね、急落暴落を警戒しているようなポジションは見えてこないという気がしています。はい、ゴールドマンはそもそも今日は今日もかな、はい、トレードしてこなかった、まあ、昨日は200枚入れてますけどねもうプットは全然入れていませんということで、まあ、開示エリアは4万円でコール売りのプット買いだから4万円よりも下。 でもそんなのは今、全然ちょっとアウトすぎるので参考にならず今の ATM 近辺はゴールドマン何を期待しているのかそもそもポジションが入ってないのでほとんど分かりません。 はい、次にアムロですが、アムロもね、今日めちゃくちゃ少なかったんですね。まあ、あの、そもそもアムロが少なかったから、えっと、全体に少なかったとも言えるんですが、今日コール1363なんですけど、プットがなんと626しかやってないんですね。だからこれでコールの方が倍っていう話ではあるんですが、まあ、そもそももうこれアムロのポジションとは思えないぐらいの、 全然ね、黒字で太字にならないというぐらいポジション少ない。で、そんな中、まあ、そもそもアムロは、これ、上はコール売りのプット買いですから、まあ、39,500よりも下の中で、まあ、今週はここ株価が結果的には動いていないところに対して、コールとプットをどれぐらい入れているかっていうのがまあ気になるんですが、そもそもね、アムロにしたら枚数少ないので、 まあなんだろう。ちょっと日銀までは動きづらいのか、なんか意図的に今入れていないのか、ちょっとわかりませんが、海外勢全体的にオプションは今日動かしてないという感じで、引き続きアムロも下目線なんですけど、今の ATM で見た時には上か下かはちょっとわからない。これはもう来週の開示を待つしかないかなという気はしています。はい、ということで、えっと、4月切りのグラフ、まあ今日こんなんなんですよね。2000枚と1100ですからね。 はい。ということで、まあ、いかに今日少なかったかというところでございます。で、まあね、えっと、コールとプット、12日こそプットが倍になりましたけど、これ4月切りざっくり見ると、コールとプット、今見えてる範囲ではほぼ1対1ですから、 さすがに1、2、3月切りの強かった上昇っていうのはこれオプションの海外勢のトレード枚数から見てもなくなっている、ただ、プットが異常に多いわけでもないというところで、まだね、ちょっと難しい、もしかしたら3万8000日銀と FOMC、そんなに大きな、上行って下とか下行って上みたいな、結果的には行ってこいになって、 落ち着くとしたらもしかしたらね3万8,000円台の行ったり来たりっていう相場にもしかしたらなるのかもなとまだ始まったばっかりですからねあの難しいですけど、はい、最後は先物ですがこちら見ていただいても先物も,も海外で37万枚弱ということでやはり今週で見ても。 一段と、ね、少なくなくってますよねだから今日はもう先物も,もオプションも、まあ、非常にトレード自体海外勢としては薄かったということですねまああの激高とか見たらそこまで別に落ち込んでるわけではないんですけれども、まあ、先物とオプション今日はおとなしかったとでそんな中ねゴールドマンが今日3万8000枚近く動かしてるんですね 一方で、まああの、ソシエテが10万枚以上動かしているところに対して今日は少なかったんですけど、まあ、ちょっとね、ゴールドマンがこれ、どっちに買い長なのか売り長なのかってのが、ね、ちょっと分かんないですがそこそこ動かしてきているのでここは少し、まあ、あの月曜日にならないとここが。 マイナスが膨れてるのか、一気に買い戻してるのか分かりませんが、今のところ見えてる範囲、ゴールドマンは先物でちょっと下に降ってますからね、いずれにしても3万9000円とか3万9500円よりも下を見ているんじゃないかなと、でそんな中で3万7000枚ね、一気に買い戻したのか、売り乗せたのか、まあ、これが分からないんですけれども、まあまあ少しちょっと、このあたりはね、 何か大きな株価が動くかもしれないし日銀に向けてまた何か掴んでどっちかに入れているのかもしれないとちらっと思ったりも思わなかったりも、まあ、そんな感じで見ていますはいということでいかがだったでしょうか明日の天気予報ですが基本は曇りかなとは思っていますはい上も下も、うん、と底堅いけど重いただ、まあ、今日ねその9時半21時半に出てきた PPI と小売りを見ると、まあ、私は素直に見ればちょっと株価、ニューヨーク崩れてくる、まあ、大きく崩れるかどうか別としてもね、まあ、本来はちょっと上値重くなってくるんじゃないかなという気がしていてそれを受けて、まあ、日経平均も少し上か下かって言われると上値が重くなってまた3万8500という節目を、まあ、先物ベースですけどねあの切ってくるんじゃないかなということでちょっと傘マークを入れております。 まあそこまで大きく動くかどうかはちょっとわかりませんけどね。結局、日銀と FOMC までは動きづらいという一般的な解説になると思うので。はい。まあ、なので、ちょっと下を意識しながら、レンジでもう少し見ていきたいと思っています。ということで、今日の動画も役に立ったぞ。そしてこのチャンネル応援してもいいよという方は、チャンネル登録とグッドボタンの方ね、ポチッと。ぜひよろしくお願いいたします。いつも見ていただいて、本当にありがとうございます。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。またね